はい、こんにちは、村長です。今日はですね、自動翻訳機のちょっとデモをやってみたいと思います。まあ、こんなポケットサイズ、手の大きさに入るぐらいのね、こんなサイズですけれども、とっても優秀です。いろんなモードがありまして、まあ、喋ったらそのまま翻訳するとか、こいつはいいのはですね、 英語にかざすとですね、勝手に自動的に、いわゆるカメラ翻訳っていうのもできるんですね。じゃあちょっとやってみましょう。はい、これから翻訳機のテストをします。Yes, とっても優秀ですね。 これぐらいだったら僕もわかるんです。今月はライブがあります。やっと自粛の解除です。Month, いいじゃないですかね。今日はライブがあります。やっと自粛の解除です。きっちり、こう、日本語も出てますよね。そして、 えー、そうですねもうちょっとギターがうまくなりたいですねはいこんな感じでできますそしてもう一つはですねここに英語の地図がありますこれをちょっとこうこういうふうにかざしてですね 読んでみまますすねじゃあ行きますこれでビュッとこうするとそしたらはいわかりますかねほら「万葉の森フォールバとか書いてますがこういうふうにここの中にある英語がですね、えー、翻訳されますもう一回やってみますねこっちにちょっと変えてみましょうか、えー ここ、駅とかポリスとかポリスとかここに書いてますよねはいこういうところをちょっと読んでみましょうはいこんな感じでですね警察出てますね電話番号まで出てますがはい大和神道吉野大阪とかですね こういうふうに地図を読んだりするのもとっても便利ですね。こんな感じでミニトークというね。で、ランニングコストがいらないのがいいですね。Wi-Fi があればいつでもどこでもこうやって使えますので、携帯電話のディラリングにも使えますから、それがとっても便利ですね。 全体の機能的にはこんな感じにね、音声翻訳、カメラ翻訳、えー、録音翻訳っていうような感じでいろいろあるわけですけれども、あの、もう一回やっておきますね。はい、普通の音声の翻訳です。はい、そしてね、これずっとこう履歴が残っていってるんですよ、こうやって。 ね、でだからもうよく使うやつはパッとしゃべれるというふうになって準備しておくこともできるんですよね。でいらなくなったらこう長押しとかしたら、はい、削除できます。もう一回、えー、ちょっとやってみたいと思います。ライブもいっぱいできるかな こんな喋り方でこんな翻訳ができるって本当に夢のような、まあ、中国の機会で1万円台であるわけですけども素晴らしいなと思いました。